注射は打ったって言ってましたね。注射を打つこと自体はいいんですか先生、それは。陰性であるっていうことを伝えた時の両選手の反応を教えてください。うん、まあじゃあ平本蓮に伝えて、やったーっていう感じではないですね。やっぱり本人もこういう結果を自らが望むじゃないな、自らが起点になって起こしてしまっていることに対しては本当に深く反省しているわけですし、ただまあ本当に多分この結果が白なのか黒なのかっていうのは両選手ずっと肝を冷やしてたじゃないですけど、どうなのかっていうのは不安がってはいたところだと思いますんで、まあ一定の安堵はあるのかなっていう感じではありました。ただいつもの平本の反リアクションではなかったなと思います。まあミクルに関して言うと僕が直接ミクル選手と話し最初の一言目を言ったわけではないんで、その後話をした感触からすると落ち着いてましたね。うん、まあそうですかっていう感じではありました。それに対して文句を言うとか何度かっていうことでもなかったです。ありがとうございます。まあ検査結果、まあ、白だった陰性だった、でもまあこれだけの動きをしていくということは、その平本蓮のついては、まあ、限りなくグレーに近いという行動があったから、これだけ新たな改革しようということなんですか。うん、これ平本選手を悪者にする気はないんですね。ただ行動もそうだし、まあ、その結果事実がどうなのかっていうのは僕らはそこを検証する立場にもないし、世の中に起きている状況からすると、まあ、平本選手がこの前弁護士立ち会いでやられた会見を僕も聞かせていただいたというか状況を把握させていただきましたけど、そういう薬物を知らん、ドーピングに値するか知らないけど購入した事実はあると。で少なからず注射は打ったって言ってましたね。注射を打つこと自体はいいんですか先生、それは。その厳密に言うと医療行為に当たるのかなと思ったりもするんですけど、ただ現状はルールの中ではそこに対して黒とか白って判断するにルールになってないんです。だからそんなことも知らなければ僕らは分からないんですよ。まあ、ルール決めたルールの中で白か黒かだけなんですけど、これだけネット上で騒がれて、かつご本人も、まあ、本人もそういう発言をされたことも含めて言うと、やっぱり今後そういう行動ですら規制をしていくべき、ドーピング全体のポリシーを上げていくべきだなというふうに思うに至りました。佐藤さん、NPB のドーピング規定では申請なしに麻薬注射行為点滴やったらもう処罰の対象です。でも今現状はないってことですね、ルールの中では。であとその米国の検査機関から、まあ、結果メール石山先生に来たのはいつですか。昨日の早朝、4日ですね、ごめんなさい、日本時間4日の早朝に受け取りました。ああ、じゃあ佐藤さん、まあ、先々週の会見の時来週にでもみたいな、まあ、その時点ではじゃあいつ来るか分からなかったという状況なんですね。そうですね、はい、いずれにしても、うん、僕らが想定して、検査の報告よりも時間かかってたのは事実なので、多分まあでも後半には遅くても先週ですかね、少なからず週明けにはってことだったんで、まあ、この問題に対して主催者として何も言わないで過ごすのも大変なんで、出たらすぐやれるタイミングでというふうに思ってます。あ、なるほど。平本選手から、まあ、お話聞き取りみたいなこともされたということですかね。聞き取りというか、聞き取りじゃないんですか。聞き取るというか、まあ、この検査結果を伝えて、今後我々とするとこういうこれだけ世の中を騒がせた疑惑を起こした、それがまあ
あの本人の意思があったなかったかかわらず平本蓮初のアクションの中で起きていることなので、今後の我々の考え方そして次の試合に向けての検査は徹底的にもう一回やらせてもらうよということに対しての了解と本人はあのもちろんそれは全部受けますということの回答と、いずれにしても一方的に情報が平本サイドから漏洩されることがないように、まあ、この会見の中で皆さんに発言するまでは内々にしてほしいとかっていう話を昨日したって感じですね。あのこの昨日のその平本さんの会見の時にあの深い話ではないけれど坂原さんと話したというようなことをあの平本蓮さんがおっしゃってたんですが会見の時点でね、僕といつ会ったってことですか、はい、あの会見の前に、まあ、そのいつかは知らないんですけど、はい、深い話ではないけれど、坂原さんとも話したみたいなことですか。ないです。それはないんですか。はい、あの試合の7月28日以降初めて会ったのが昨日です。なるほど、はい。でまあ、今の現状のルールでは平本さん罰するというか平本さん何にも引っかからないわけですから、まあ、その後はモラルの部分そういう疑わしいものを買ったり、まあ、注射したりそのモラルの部分に関して何か佐藤さんがアクションを起こされるということはありますか。まあ、あの主催者なのであれですけど、まあ疑惑ですよね。買ったけど飲まないって本当って思うのが人間だと思います、正直。でも決めたルールの中で裁くしかないっていうのも現実です。だから今後こういう疑惑を自分の中でも持ちたくないし、うちの選手は真っ白だって言い切りたいし、だから平本選手に関して言えばそれを買ったけど飲んだのか飲まないのか誰も分かんないじゃないですか、でも間違いなくみんな当然朝倉信者とか朝倉選手側の関係者からするとむっちゃ怪しいじゃんって、絶対飲んでねえよって思っても僕仕方ないと思います。でももうこれは水かけ論だし、僕らが決めた競技の中でのルールに従って現状を裁く以外はないです。だからこの先平本蓮はそこで向けられた疑惑とか疑念を彼が戦うことでクリーンな体であることを証明していくことで僕は取り戻せばいいと思ってますし、そういう意味で言えば7月28日の試合は平本蓮にとっても朝倉未来に勝ったって大手を振ってこれから彼のキャリアの中で燦然と輝くものではなくなってしまったっていうのは事実だとそう思ってます。中澤選手の告発の中で、ライジンの関係者に相談しているという文章があるんですけれども、そちらは虚偽ということで間違いないでしょうか。はい、どう聞いてもらってもいいですけど、ないですね、うん、はい、会ったこと、そういう選手がいることは存在は知ってましたよ、はいはい、それは知ってましたけど、本当にないです、はい、ありがとうございます。もう一個なんですけれども、今回最初は匿名アカウントからの発信だったんですが、その2度目の告発で赤澤選手が実名での、まあ、これは本当告発と言っていいと思うんですけれども、まあ、真実性は置いておいて検証には値する行動かなとは思うんですね。一人の大の大人が自分の名前をかけてキャリアも全部投じて告発しているという、そこに対する検証みたいなことは行おうとは思わなかったのか、ちょっとお聞きしたいです。検証真実性の、まあ、でもライジンとしてっていうよりは、まあ、それはひょっとするとその告発を受けた平本選手と赤澤選手の問題で、僕らは本当に競技運営を行う主催者としてこの日の試合がどうだったっていうことのジャッジしかなくて、それまでの過程で何があったとか、それに対して思い、それぞれの思いがきっとあるんでしょう。そこは、まあ、僕らの知る由もないところではあるんで、僕らが何かそこに介入していくっていう気持ちはないですね。伊佐山先生に伺いたいんですが、まあ、平本選手が言っていたことなんですけど、まあ、医師ではないフィジカルトレーナーが選手本人に、怪我が治りやすい薬というのを渡して、
それを選手本人が、注射で選手本人に注射でそれを打たせるっていう状況がにわかに信じられないんですが、そういうことっていうのはあるんでしょうか。そのニュースというかそのことは聞いておりますけど、全く日本では医師以外で注射行為はできないし、ちょっと信じられない話と思ってます。